リーちゃん、一緒に入りましょう。あの、どうして険しい顔をしているの？私の体、何かおかしいかな？一緒に入りましょう、ほのかちゃん。こうしていると、まるで友達と温泉に遊びに来たみたい。鍛錬が終わって、汗を流しに来たんですか？私もそんなところです。こちらは気にせず、ゆっくり疲れを癒してください。リョフさん、やっぱり大きな体。あ、私がいたら窮屈ですよね。ごめんなさい、すぐに出ていきます。元気さん、よかったら背中を流させて。いつも頼りにさせてもらっているから、たまにはお礼がしたいの。誰？あ、ごめんなさい、シュウソウさんだったんですね。てっきりクセモノが入ってきたのかと。ソフィーちゃんと入るお風呂はとても癒されるの。あったかくて、平和で、優しくて、こんな穏やかさ、他ではとても味わえない。フラフタちゃんはすごいのね。その小さな体にあんな力を秘めているなんて、なんだか嘘みたい。オーカさんのバスタオル、素敵ね。私も桜が好きだからなんだか嬉しい。あの、もっと近くで見てもいい？ホローさんの肩に乗っているそれ、やっぱりとても可愛い。よかったら私にも触らせてもらえる？違う。そこにいるのはドキツグさんよね。あなたの目だけが浮かんでいるように見えたの。アーナスさん、その髪型も素敵ね。普段は凛々しくて頼もしいあなただけど、そうしているととても可愛い。クリスさんよね。雰囲気が違うから一瞬わからなかった。仮面を外したあなたもとても素敵よ。雪村さん、私のことは気にせずゆっくりしてください。あの、なんなら気配を消しましょうか。三成さんですよね。髪型が違うから誰かと思いました。お風呂だと雰囲気が変わるんですね。あ、ナオトラさん。そんなに縮こまらないで。お風呂でリラックスしないなんてもったいないわ。このことは内密に。ハヤブサさんと一緒にお風呂に入るだなんて、兄さんが知ったらなんていうか。一緒にお風呂に入るなんて、まるで普通の姉妹みたい。私、この世界に来られてよかったな。お疲れ様です、アリマさん。どうぞゆっくりしていってください。私は気配を消しておきますから。ダリウスさんはお風呂でも優雅なんですね。絵本に出てくる王子様みたいで、なんだか眩しいです。
レグリナさん、一緒に入りませんか？お風呂の中では人間も魔人もないと思うんです。みんな平等にゆっくりできるから。よかったら一緒に入りませんか？ミレニアさんの隣にいると落ち着くんです。とても静かな時間が過ごせるから。様になってる。あなたほどお風呂が似合う猫は見たことがない。頭の上のその子も素敵ね。ウィリアムさんの格好、少し意外でした。まるで日本の侍みたいだから。でもすごくよく似合っています。鉢合わせたのがリオさんでよかった。あなたと一緒だとなんだか楽しくなるの。カジノのお客様の話、また聞かせてくれる？